皆さんこんにちは。じゃあ、ジャズスタイル TV オンライン編を始めていきたいと思います。すいません。ちょっと神経質になっておりまして。まあ、またですね、その、コロナもこういろんな方も出てきてるし、はい、オリンピック型とか言われてますけどね。ああ、そうなんだ。世界中の、あの集まって。ああ、そうか。持ち込まれた分が。まあ、なるほど。まあ、ウイルスなので、それはね、うん、こう仕方ないとは思うんですけど、はい、まあ、その中で、私たち福岡で活動してますけども、うん、福岡もあの全国的に見るとすごく感染者が増えてきているので、うん、まあ、気をつけるに越したことはないと思いますし、はいはい、まあ、ならないように、まあ、自分の免疫を高めつつもですね、はい、まあ、元気に今日も放送していきたいと思っています。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回ですね、お便りをいただきまして、はい、そのお便りをちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、私は女性の相談を受ける立場の仕事に従事しています。チアーズスタイルテレビが女性の悩みを解決しているという取り組みがいいなと思ってメールをしています。参考になるか分かりませんが、相談の実態をお伝えします。ありがたい。うん、まず、相談するほとんどの女性は30代です。はい、内容は、こんなはずではなかった結婚生活。うん、職場でのパワハラ、セクハラ。確かに。DV。うん、親の介護、親との関係に問題、うん、生きるのがつらい、うん、期待が大きく潰されそう、などが挙げられます。うん、確かに。個人的には女性と男性の固定的な価値観の相違、社会通念が問題なのではないかと思います。親の支配、社会進出の壁、経済格差などいろいろと問題はありますが、自己実現、自分らしく生きるのため、夢に向かって行動するために必要と思われることをお二人何でしょうか。お二人だったらどのような考え方で悩んでいる女性へアドバイスやカウンセリングをされますか。またお二人はどのように行動をしてきましたか。多くの女性は行動に移す勇気がないといいます。よろしければ教えてください。50代の女性の方からです。お便りありがとうございます。なかなかね、鋭いご質問で。やっぱり私感覚的に20代、30代って一番辛いような気がするんですよ、ね。うん、確かに。なんか40にして惑わずやろ。40にして惑わず。惑わなくなる。人と比べがち。そうそう、比べるよね。ですよね。それとか経験値が少ないから、後で振り返ったら良かったことになるとかがわからない。ああ、そうですね。振り返られないですもんね。振り返られない。その時はね、うん、なんかやっぱ人が羨ましいというか、なんか、なんででしょうね。そういうふうに思ったりしますよね。思うよね。うん、死ぬまで思うんじゃないですか。人って程度は。減っていったとしても、ああいうふうになったらいいなとか、まあそれが夢だったらいいけどね、憧れとか、ああいうふうに自分が なる、こう、なんていうかな、羨ましいなっていうのも、まあ、それで、そういうふうな、自分はそれを超えていけるような人になりたいなとかいう意味で、羨ましく思うのは、精神衛生上健全ですよね。なんで自分はこうなのに、あの人はっていうふうになっていくと、相当精神衛生上は不健全だよね。そうですね、しかしあれだね、その確かに20代30代っていうのは本当そうじゃないですか。闇雲に目の前のことの処理で追われて、今日面白いこと言ってたけど、何だったかな、20代30代って怒る体力があるんじゃないかって言ってた、ね、だんだんその40代50代丸くなっていくと、人間っていうのは丸くなっていって、その怒るエネルギーがなんか、まあ、経験もあるけど体力的なものもあるかなとかいう話をさっき別の人としてたけどね。そうですよね。確かにエネルギーの問題もあるし、うん、その私も20代の頃とかにその子育てで母親にこう子供のちょっと面倒見てもらったりするから、母親からやっぱ嫌味とか言われるわけですよね。でも身内なので遠慮なく。
でも本当にクソとかって思っていて、でその仲のいい家族とかがすごく羨ましくてしょうがなかったんですよ、うん、だからその頃のまあだから10ぐらい上のあの40ぐらいの方とかはそのうちお母さんも元気がなくなってきて嫌味を言う元気もなくなるからあの割と円満に行くよみたいなこと言われてやっぱり同じこと言うよね。そうお互いがって言われたんですよね。だから、まあ、今の目の前でこう、まあ、確かにエネルギーがある証拠っていうのはあるけど、そのどうにもならないことでね、みんなやっぱ悩みますもんね。悩むと思うね。まあ、40代になっても悩むけど、20代も30代も10代から精一杯悩んで、一桁台から人間って悩んでるんでしょうね。だけどどうなんですか、まずそうやってあの話に相談に乗ってくれること自体が幸せなんじゃないですかね。だから中身が中身云々よりまずそういう20代とか30代の女性の方のご相談を受けてあげるお仕事に疲れてること自体が尊いと思いますね。やっぱりあのほとんどが話したら整理ができることが多いですよね。で残念ながらその話し相手に恵まれるかどうかですよね。だからまずはね、だからそうやって話し相手があるのがいいと思うけどね。で今核家族になってなかなかその親がに話せないとか、それこそさっき出てきたけれども、その親子関係がもともと難しくて、その離婚しても家に元に帰れないから自分は一人で頑張るしかないんだとか、そういうことはよく聞きますけどね。そういう時はきついね。だからそういう時はどうしても第三者でそうやって親身に相談乗ってくれる方あるいは場所っていうのはとても大事な財産ですよね。まずそうやって頼りになる場所があること自体がすごいいいことしてるっていうか、すごい助かるっていうか ね、うん。でまあ、あのお便りいただいたの50代の方なんですけど、やっぱりその、ね、私たちも20代30代って歩んできたわけですよね。なのでその感覚的にあの想像がつきやすいんですよね、うん、今どんなことで悩んでるとか。そうそうそう。でもそれをこうもう超えてるからそのさっきおっしゃったみたいに、そのいつかちゃんとその乗り越えられる時が来て振り返るっていう余裕がある時期までがちょっと苦しいと思うんですけど、トンネルはね、うん、こうかトンネルを抜けてしまう時っていうのは、までがね、うんうん、そうそう。だからその、振り返る余裕がある人がですね、やっぱり相談で乗った方がいいと思うんですよ。うん、でそうだね、そう同じこうトンネルの中でですね、暗闇同士が、うん、そのまあ、大事な部分もありますよ、傷の舐め合いっていうのは。でも解決しないことも多いんですよね。相変わらずおかしい単語が繰り広げられてますけど、はい、それでそうだよね、そう思いますよ。それでそうなんよね。だから同じ、うん、そう同じ仲間内ではその壁越えられないんだよね。壁越えるヒントが出てこないところがその同世代のもう同世代で話すんだけどスッキリしないところですよね。そうだからこう解決しなくてもいい人もいるんですよ中に。いやいや、ほとんどそうだと思います。でだからその解決しなくていい話はそのお互いそうだよねああだよねで、うん、お茶しながらね、そう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 、解決してもこう、ね、話すことで発散すればいいと思うけども、やっぱりその家族の問題とかこうご近所の問題とかお仕事の問題とか解決をそのどうせいずれしないといけないってなると、やっぱ第三者のその経験値のあるあの方の、まあ、アドバイスを一つのこう、ね、参考にするっていうのが必要なことかなと思うんですよね、うん。でまあ、なかなかすごい3つの質問なんか素晴らしい。やっぱりそのいつも親身に相談に乗ってあるから、多分極限のギリギリのところの質問されてきてるなと思うんだけども、あのその結局親子の関係だったりするわけですよね、悩みが。20代30代で親との関係、あるいは会社でのパワハラやセクハラの問題、それから夫婦間だったら、まあ、夫の、まあ、ドメスティックバイオレンス、あるいはモラハラ、モラルハラスメントの問題とかあるわけですけれども、まあそうですね、究極は多分みんな一緒だと思うけど、その要するに自分の人格を破壊してまで
続ける必要はないっていうのは本当に思いますね。体壊してまで、あるいは精神を壊してまで、病んでまで続ける必要はないなっていうふうにこう思いますよね。そういう努力もせずにすぐにそのなんていうか投げやりになるとか、そういうのはちょっと話のテーマではなくて、要はやってもやっても難しい、やってもやってもこっちから歩み寄ろうとするんだけども、 親との関係、親が歩み寄ってくれない、あるいは旦那が歩み寄ってくれない、あるいは会社だったら上司が全く気づいてくれない、そういう人に対して私が例えば法律相談でお見えになった時に、この先どうしましょうとなった時は、やっぱり限界かどうか、自分がやっぱりその精神をこのままその、やっぱり病気になってしまったり、心の病気や肉体的病気になってしまうかどうかのところを、やっぱり自分の決断する時の判断基準にしてねっていうのは強く言ってるポイントですね。うん、なんか前からその三角先生おっしゃってると私は思うんですけど、うん、そのやっぱり自分の人格とか健康を害するっていうことが取り返しがつかないことになるんですよね。だから取り返しがつくものは何度でもやり直していいと思うんですけど、お金とかね、そう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 、後でね、仕事にしてもね、お金なんとかなる、そう、後でいろんな方法でなんとかなるんだけども、やっぱり自分自身の健康とか、そのアイデンティティというか、自分に対するそのプライドっていうか自信とかをなくしてしまうとかっていうことが、やっぱりあとあとずっとなんか、トラウマって言ったらちょっと大げさですけど、いや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 、大げさじゃないと思います、ね、あ、そうですか、だからなんかいろんなボールを私たちはこう生まれた時に持っているっていうのをなんかの本で私見たんですね、うん、でそのいろんなボールを私たちは操って、人間関係とかお友達とか学校とか仕事とか、でも大体はゴムボールだから落としても跳ね返ると。で、健康っていうボールだけはガラスなので、壊れる。壊れてしまうと。なので跳ね返ってこないっていう表現がされてたんですよ。だから心の健康も、私たちの肉体上の健康も、やっぱりそれはそのガラスのボールなので、一回も割れてしまったら、結局もう同じような輝きを持ったボールにその戻らないっていう表現だったと思うんですね。なんか7つか8個ぐらい私たちはボールを持ってるらしいんですけど、うん、唯一その跳ね返ってこない、落としたらっていう表現があったから、それはこう尊いものだという意識がいるなと思うんですよね。でも多分相談に来る方ってすごく自分の健康を、自分を守りたいというやっぱ気持ちがあるから行くんだと思うんですよ。うん、まあ確かに。ね、だからそこでやっぱり本当にいい相手のね、こう方に巡り合うとか、そのお話を聞く方もたくさんいろんな引き出し持っておかないといけないと思うんですけど、その今日の質問の中にあったように、なかなか行動に移すのが怖いっていう方が多い。うん、なるほど。はい、20代30代ってそんなになかなかそのなんていうかね、行動に移すまでの自信がないとか経済力がないとか、その自分なんかがみたいなところがこうあるのかなと思うんですけど、行動に移していくきっかけって先生は何かありますか？うん、やっぱり同じように相談を受けますよね。例えば離婚を悩んでるんだけれどもやっていけるんだろうかとか、なんとか会社に残りたいとか、やりますよね、それぞれ。だから結局そこから脱却するにはやっぱりそのおっしゃる通りで、経済的な能力があれば立ち上がることができるんですよね。で、ただその経済的能力を培う、持ってる人であればそうならないんだけど、その、ほとんども旦那さんに例えばもう専業主婦がいいとか言われて専業主婦になってて、その社会的な接点がこうずっとなかった人とかは不安ですよね。だけど思い出してもらいますよね、結婚する前を。
あのね、やっぱりね、自信なくしてるよね。あの、完全に会社で自信なくし、家庭的に自信なくし、自信をなくしてるから、自信を取り戻してもらえますね。あの手この手を励まして。やっぱりね、で、話を聞いてると、やっぱりその人の強みっていうか、あると思うんで、それを全面的に打ち出して、まず人に散々言われまくったところを、真逆の100倍ぐらい返しで、どんだけ素晴らしい人なんだということを言いまくって、励ましたたえ、勇気を持たせる。やっぱりこう、そうするといい考えが出てくる。前向きな発想が出てくるし、前向きな言葉を受け取る準備ができるけれども、それができない間はいくら正しいことを言われても、多分聞けない、聞かない、聞きたくないし、辛すぎる。だからやっぱり人って、あの、励まされて大丈夫だ、大丈夫だよって、根拠があるとかないとかないんですよ、ほとんどなくて。やっぱり夢と希望に燃えて、信じるしかないんで、未来は。けど、それを持ってる人間がやっぱり打たれ強いと言われる人じゃないかなと思ってまして、あの、どうにかなるさって、どうにかなる、信じていこう、どうにかなるさって、信じていこうっていう人間がやっぱり打たれた時に立ち上がる。打たれ強いって、打たれないじゃなくて、打たれて立ち上がる。打たれても立ち上がるのが結構すごいのを打たれ強いというので、そして、あの、やっぱりその経験が将来どのように生かされるかという話をします。つまり、起きてることが全部マイナスという発想から脱却して、それがいかに人生の大きな宝に切り替わる可能性があるかっていうのを、5個ぐらい可能性を言って。だからとにかく未来は信じられるっていう話で、具体的に、でもそれは経験に基づいて、やっぱりいろんなパターンを言って励まし、そうかなっていう気持ちにさせていく。そうすると自分で、あ、これができるって自分で言い出しますよ。やってみようかなって、そう思ってたんだ、実は、とかね。なんかあの、初めはやっぱり落ち込んで、まあ、どっちかというとマイナスから始まると思うんですよね。めっちゃそうですよ。めちゃくちゃそうですよ。で、勇気を出して、否定されるかもしれないなとか思って多分相談するんですよ。そうです。で、否定する人もいるわけですよ。ひどい人も。法律を、だから、そうね、相談っていう枠組みを持っておきながら行ったら叱られるっていう。そう。そしたらやっぱり相談しなければよかった、私が悪かったんだ、こんなことをちょっとでも期待した私が悪かったんだみたいに、どんどん負のスパイラルになっちゃうと思うので、やっぱりそのまずはその、まあ、いくらマイナスのこう、ね、話だとしても、それを受け止めてあげる。で、それを喋ることで多分頭の中って結構整理されると思うんですね。で、その一緒にそれを共有してあげるっていうようなこう、ね、相談相手というのも必要だと思うし、まずそれが、まあ、マイナスからゼロまでまず持っていって、先生みたいにこう励ましたり、自分その人の魅力とかやりたいこととかをもう一度思い出す時間をとって、それを自分の力に変えていくっていうのがね、やっぱりその失敗は成功の母って思えるかどうかなんですけど、それはその後に起きることじゃないですか。成功って立ち上がって努力してる過程で、いつの間にか乗り越えた時に、 あの時があったから強くなってるわっていう。で、しかし、全く想像できなかったら立ち上がれないじゃないですか。後でわかるって言われても。だからやっぱりその失敗が成功のもとだっていう話を、あの手この手で可能性がある限り伝えるべきだと思いますね。で、伝えることによって、1ミクロンでも可能性を心の中で芽生えたら、それは今までの発想とは真逆で、で、やっぱり、絶対人って力があるから、その周りが何でもしてやるとか言うのは意味がなくて、そのだしできないし、その人に失礼だし、やっぱりその人がやっぱり それを乗り越えるところの意味っていうか、やっぱり乗り越えた先がやっぱり強くなって、やっぱり経験値でまたいろんな人の気持ちが分かる分、人から共感されて人望が上がって、結果として仕事が回ってきて潤うと。やっぱりその
それがやっぱり自分も事務所を立ち上げて、やっぱりそうやってお金って回してもらう人から、なんかこう思い通りにお金稼ぐというよりは、そんなことは絶対やっぱり無理で、やっぱりいただいた大切にこういただいた縁をしていると、なんかこう仕事がふとこう回ってきたりして、回してもらったりして、まあ、それでなんとかこうつないでっていうかね、毎月やりくりできてとかいうのを、私も事務所立ち上げてね、もう15年だから感じますよね。そういう経験は本当に心底を感じるから、人が助けてくれるから、助けられるような人間になったらいいんですよね。だからっていうのはやっぱり人の痛みが分かる。だからやっぱり本当に人に痛めつけられてきついかもしれないけど、人を痛めつけたよりは全然いいしっていう、やっぱ基本的な道徳の時に並ぶような話に、ね、なりますけど、やっぱ実際そうじゃないかなと思いますよね。だからそれが分かり出すのが多分40代に入ってますよね。なかなかそのなんていうの、そういうこう、そう、分かんない。そうしたら自分にちゃんと返ってくる、悪いことも返ってくるよとか、因果応報みたいなこととか、一応その学校で習うけど、そう、でも実体験としてね。そう、だってほら、なんか得ばっかりずるして、ずるばっかりしてるのに、なんかすごい幸せそうな人とかいるから、なんか不平等じゃんとかって思うじゃないですか。もう、きれいなことじゃなくてね。真面目になんか地道にやってて、全然結果出ないじゃんってやっぱ思うわけですよ。凡人なので。だけど、いいね、今日もいい発言繰り返してる。だけど、やっぱり、まあ、今回、救われてる人いっぱいいるよ、今、愛子ちゃんの声。本当、私も代表ですよ、凡人の。いや本当に私ジェネラリストと思ってるんですけど、もう本当に大多数の方のこう意見が大体私分かる、把握できるんじゃないかなっていう自信が、変な自信があるんですけど、まあ、だからこそ結局、まあ、小さな声に上げられないようなものを私はこう拾っていって、ね、まあ、こういう発表していくっていうことを、ね、代わりにさせてもらってるんですけど、その、まあ、オリンピック選手とかも皆さん言うように、やっぱりもう、なんですかね、まあ、当たり前のことをやり続けるってすごく難しいことだと思うんですね。ですね、はい、でその中で感情もみんな、まあ、いいとき悪いとき、あと嫌なこと言われたり、なんかその思い通りにならなかったりっていうときに、自分がどう試されているのかっていうふうに切り替えて、その人のせいとかじゃなくて、それでじゃあ自分が何ができるのかっていうふうに切り替えられれば少しいいのかなとは思うんですけど、なんか上手に目をつぶるっていうか、うんね、でも確かにこの話ってやっぱり最初に愛子さんが言った通り戻るよね。つまりやっぱりそういう50代とか60代とか経験、やっぱり社会を経験してきた人がこうゆっくり話を聞いてあげるっていうのがベストですよね。なんか私そのがんの女性のサポートをしている中で、ある意味経験者っていうのはこう30代で経験した方がもうその先輩になるんですよね。だから60代で初めてがんになった初心者ですっていう人がいて、年齢はもう親子ほどその初心者の方の方が年上なんだけど、30代でも経験した方が、いや多分その3日後ぐらいからこうなりますとか、なんかそのでも3ヶ月ぐらい経てばこういうふうになるから大丈夫ですよとか、こんなものが必要になると思うとか、いう、 こう道筋っていうか、その先を教えてくれる、示してくれる、そうだから、そういう意味で言えば経験値ってすごい大事だし、まあ、そこに素直にこう耳を傾けられる、その年齢とか関係なくですね、それもやっぱすごく一つのこう人としての大事なとこなのかなとも思うんですよね。うん、やっぱりそのうちの祖母も103歳まで、まあ、生きて今初盆を迎えておられますけれども、ね、本当ね、この話になった時に誰が私をこんな風に強くしたかなと思って、強くっていうか、ね、強く生きられるようにはおばあちゃんですね。つまりもう103歳だから、私とまあ大して離れてるかもしれない
50何年離れてて、うん、出会った時からね、当然だけど、だって103、私が49、103から50。でもさ、ずっと若いまんまだったんだよね、おばあちゃん。ずっと、最後まで、老人ホームでお世話になりましたけども、本当に102歳ぐらいまでめっちゃ元気で。で、実はいろんな相談をおばあちゃんに断るごとに頼りにしてって、私してきたっていうのを今振り返ってね、思った時に、もうね、絶対動じなかったね、うちの祖母は。全く動じなかったね。なんとかなるわって言うね。いや、本当に、もうおばあちゃんがどうにかしてやろうとかね、なんていうかな、どうにかなるわって言われ続けたね。まあ、時にはその本当に例えばレッスンごとで先生が苦手でお腹痛ってお腹痛で母親に言っても怒られるからね、おばあちゃんのとこ行ったら休んでいいって言うでしょ。でとかいっぱいある、いろいろある。だって司法試験に苦しんだ時には本当に真剣、なんていうの、司法試験に合格、裁判官の先生を紹介してくれたりとかね、それとか、ちょっと本当20代でちょっと恋愛でなんかいろいろあった時におばあちゃんが何とかしてあげようとか、なんかすごかったね。とにかく、なんか聞いても動じないおばあちゃんがいたね。だから相談って聞いてる時に、えっていう顔しちゃいけないんだと思うね。相談聞いてる時の表情が、それはすごい深刻だっていうふうに、本人が深刻に思ってるのに、聞いてる方も、どうしようって、えらい不幸が起きたとかいうのは、まずアウトですね。だから、やっぱりこう、なんか意味がわからないけど、こっちもいろいろあってても、なんか大丈夫だっていう雰囲気を出しとくことはすごい大事なんじゃないかなって、すごい抽象的だけど。そうですよね。でも、だからそういう表情とか、その動じないっていう、表現が、まずは安心になるじゃないですか。一緒になったらどうするどうするとか言ったらもうどうしようもないので、うん、でも往々にしてあるよね。例えば友達だったらもう、で、私がちょっと一つやっぱり弁護士として残念に思うことがよくある話なんですけど、それは何かっていうとね、例えば友達同士で離婚の相談とかいろいろあるじゃないですか。で、不安を煽る、その意図的じゃないんだけど、その友達でその話しながら不安を煽るとか怒りを増幅させるとか、なんていうかこう前向きな解決をアドバイスする友達ではなくて、悪意はないんだけど、結局で私からすると、いやいやそうじゃなくて、もう前に進んでる素晴らしいこと でここはこういうふうに収めた方がよくて、それを外野がそのもっと文句言わないとどうすんのとか、もっとお金取れるよとか、こうそういう話をですねして、本人を混乱させる友人会話っていうのが多いことが、実は非常にこうこの依頼を受けて、いざ調停とか裁判とかで解決してるときに困ったこととして、そういうことがあるんですね。その近くの友達とかから、まあ、言われると、そっちにその気持ちが、そう信じて、そうでしょ、案外安易に信じて、うん、なんかこう、うん、そうですね、解決するものもねしなくなる、うん、でそれはね、やっぱそれを聞くと、友達を否定するわけじゃないけど、そこは整理させてもらいます。こっちはやっぱりそこが無責任なのがですね、結局煽るだけ煽って、それが本当に法的にお金取れればいいですよとか、その喧嘩しちゃえって言ってめちゃくちゃにして、それが解決すればいいんだけども、その絡まった糸をさらに絡めるだけ絡めるようなアドバイスっていうのがあるっていうことは、相談の怖さでもあるんです。だからそこは整理します。ねって、友達はこういうふうに言ったって言うけどねって、それって無責任なんだよって言います。なんでか、で本当の友達だったらこういうふうに言うはずだし、そこではそういうふうに言わないで、ここだけは譲るなとか、そういうアドバイスはしたとしても、なんか自分が当事者かのようにしゃしゃり出て、そのなんかさらに感情を煽って
って本人を混乱させるっていう人がいるので、そこはもうそういう人とはちょっと一旦会話をしないようにとは言いますよね。解決しないと前に進めないから解決してるのに、っていうか、まあ、前に進み始めてるから、あの過去のことを処理しているのに、前に進んでる人を引っ張り戻さなくていいよねっていう不満が弁護士で依頼されながら周りがいろいろ言って、あ、大事なことあるんですよ。その弁護士の言うことに 100% 従えという意味ではなくて、あのほんの3人集まれば文字の知恵で、やっぱり弁護士も足りない、私自身も足りないところがあって、その依頼者とか依頼者の家族や友人が気づかせてくれるポイントとかいっぱいあるので、そこには 100% 耳を傾ける努力はしてるんですけど、そうではなくて感情を煽るとか、そうですね、いや、あのやっぱそういうちょっとこう、あの愉快犯じゃないけどいるじゃないですか。やっぱ、ね、ちょっと書き回す人、あの悪気が、結局書き回してるんですよね。そうそうそう、意図的じゃないって言ってもね。で、そのやっぱそういう影響力があるような関係性の人だったら、うん、いやいや、だって友達がこんな言ってる、私の大事な友達で、その友達の言う通りしなかったら私また一人になりますみたいになっていくわけですよね、精神的に。だけど、その結局はあなたの人生ですよねって、そのお友達がどうであれ、そのあなたはどうなんですかっていうところのこう主語というか、私はどう思うのかっていうところに気づかないと、あのそれも正しいか正しくないかなんて、そのね、すぐ答えは出なかったりするんですけど、だけどやっぱり誰の人生かっていうところとかをね、こうちょっと考えとかないといけないなと思いますよね。うん、で、まあそので、まあ、そう、3つ目のどうやって2人は乗り越えてきましたかっていうのが気になりますけどね。私はね、あの体さえ、まあ、体が健康じゃなくてもね、要するに自分が人生を投げ出さなければね、もうどうやってでも最後まで生き貫くことがね、一番尊いと思ってますから、結果はどうであれ、一生懸命生きていく。結果はどうであれ、一生懸命生きていく。そういうふうに思っていると案外そうでもないっていうか、こうなったらどうしようとか、もうこの仕事なくしたらどうしようとか、家族なくしたらどうしようとか、もう思うとなくすことが怖くなって、全てが消極的な発想になると、もうマイナスのイメージになってよろしくないですよね。どうやって乗り越えてきたかって言ったら、もういや、もう全部すべてそうです。もうそう、あの母が司法試験もう受からなくてもいいとは一言も言わなかったけど、でももう30までしてダメやってもしょうがないんじゃないぐらいの感じだったし、そうですね。まあ全部、まあ最悪なんていうか、築城で寮に入った時もホームシックに5月病みたいになって、あの毎日学校行くのが気分悪くなって、その毎日トイレに駆け込んでたみたいな時期が高校1年と2年目もあって、4月5月に、その時にやめて帰ってこいって言われた時に、やめて帰ってくればいいやんって、もう一度受験すればいいやんとか、やっぱり常に逃げ道っていうか、それしかないと思うから、あの壁なんだけど、それに必ずしもその道通らなくても割とうまくいくよ的なアドバイスをする人が、家族及び、受験の時には裁判官だった先生、あの市議の先生やが、割とみんな、あ、弁護士になってからは先輩の弁護士がそうやって教えてくれましたね。うん、そうですよね。だから、まあ、そのおばあちゃんもお母さんも結局なんとかしちゃうみたいな感じの、こう動じない、いいよみたいな。もういいよみたいな。健康さえいればみたいな。いや、究極ですよね、結局。うん、だから、まあ、そういう存在感みたいなのが、今も、うん、あの、ね、西見先生もお持ちなんだと思いますし、なんとか言っちゃうよみたいな。いやいや、そんな、ちゃくちゃきっこみたいですけどね。意外に悩ましい人間なんですよね。で、あの、でもね、思うのが、その、で、今思ったんだよね。それで、あの、今思ったっていうか、その、整理している中で、その、あの、親としては健康、まあ、そういう意味では、その、五体がそういうふうな、あの、
ある状態で生まれてきて、例えばですね、病気になって、それでも病そういうのではなくて、ほら、がんとかいろいろ、まあね、ある、もう今ね、本当がんって、2人に1人じゃないけど、じゃないんですかね、がんってすごいね、もう選ぶような時代、どのがんにしますかっていうな、ね、まあ初期で発見されれば対応も薬も、ね、そこが今ね、私たち頑張ってね、啓蒙してるところですけれども、本当に、やっぱり一番大事なのは、私はやっぱりね、魂だと思う、自分の心だと思う、が、健全であることを努力し続けることが大事なことだと思う。いくら元気でも心が折れてたり、逆に病気だから人生が楽しくないわけじゃなくて、やっぱり心がそれを受け入れながら、それをも人生に巻き込みながら強く生きている人は山ほどいて、で、やっぱりそこから学ぶことの尊さを実感されている人が山ほどいて、結局、やっぱり心なんだと思う。その人の、やっぱり心が、やっぱり生きてないといけないから、一番大事な価値ってそこだと。もう心の前、肉体、そうそう、肉体滅びた心もだから、結局両方だよね。私はもうそれさえあれば人は何回でもやり直しできると。だからその体が健康で、まあ、心と体と本当つながっていると思うので、まあ、心も健康で良い考え方とか良い選択っていうのができると思うんですよね。だからやっぱそこがこう不安があって煽られて恐怖とかになったら正しい判断なんてできないですし、急いで決めてとかって言われてもできるわけないわけですよね。だけどそういうこうやっぱ環境、まあそういう心の特性っていうのをきちんと学んで知って、でその上でその自分の環境に適応していったり変化に適応していくしかないのかなと思うので、やっぱりこう、うん、学ぶことっていうのも大事だと思うんですね。偏らずにいろんな方向から、うん、私も今回の、いただいたので、その自分がどうやっていろんな決定をしたりしてるのかっていうのをちょっと考えたんですけど、その、やっぱり自分も会社の経営理念とかもあるように、やっぱ好きな言葉とかあると思うんですよ。あるね。なんか大事にしているものとか。うん、だからやっぱりそういう、こう大事にしているものとか、言葉とか、まあ音楽とか、そういうなんか自分が立ち戻れるものを一つ持つのもいいのかなと思ったりもしたんですよね。うん、やっぱり本当に人間にとって一番大事なのは安心感だと思うんです。心が安心感。で、やっぱ幸福を感じるときって安心だなって思う瞬間、その油断ではなく、あ、なんかこう、ほっとするなっていう瞬間が大事で、それを作ってあげたい。それを失ってる人には、それを作ってあげたい。で、私は弁護士だから、弁護士の経験を通して、例えばこうなって、例えばこういうふうになっていいよって、こういうのが解決したらこうなるよとか、こういうのを将来、会社で上司になった時にアドバイス、こういうふうにできるよとか、やっぱり、そういうふうなことで、やっぱり、そうですね。なんていうか、うん、安心感がいりますよね。で、絶対それは大事なことなんだと思うんです。人の相談を受ける上で。私も弁護士なんですけれども、弁護士と同時に人であって、もちろん弁護士としてのスキルを本当にもう常に研鑽は、どんな業態も、どんな業種も自分がそれを専門とする以上は、本当にね、パーフェクトっていう人はいないんで、やっぱりずっと磨き続けていく、やっぱ怒られながら、あれしながら磨き続けていくんだろうけれども、だけれども、やっぱり一番だ、やっぱりその、どうしてうちに法律相談に来られた方が、まあ明るく変えられるかなって、こう、なんか相談に来たって思えないっていうか、もう前向いてる人が多くて、来るときにはもう土砂降りのような涙を流して、ここでも土砂降りのような涙を流して帰るときには、なんか本来の自分を取り戻したように帰っていくのは、やっぱり世の中ってその人が大事だっていうことを、人としてとても大事だということを忘れさせることの方が
発言をする人や行動する人が多くて、それで分からなくなっている人が、自分の立ち位置が、要するに判断、まともな判断が自信から出て、自信があれば出てくるんだけども出てこなくなっている人が多いなっていうのは、法律相談をずっともう20年させていただいて本当に感じるんで、とても大事なことだと思いますね。本当にその人の自信を回復すること、絶対大事だと思う。誰よりも味方になることは、やっぱりうちの家族がそうであったように、あるいは同僚の、あの法律事務所の先輩が全面的にバックアップ、やっぱ本当の人の愛情ってやっぱり全面的にバックアップしますっていう、その何の根拠もないかもしれないけど、そのやっぱりその一言を言えるかどうかっていうのはあるんです。だからそれが家庭じゃなければ第三者でいいんですよ。特にやっぱ年齢重ねると家庭もやっぱり両親が介護、やっぱり相談できない環境って出てくると思うんですよね。だからそれだとやっぱり、でも大人っていう大人が世の中山ほど社会にはいるわけですよね。であればやっぱりお互いが、お互いの経験、乗り越えた経験を持ち合って、そのやっぱり励ましていく作業っていうのは、何も相談の時だけじゃなくて日常から絶対必要だと本当に思いますね。すごい夢見る夢子ちゃんみたいなこと言ってるかもしれませんけど、しかし誰かがその理想を追い求めなければ、世の中やっぱりどうせずる賢い人がやっぱりいい思いして、一生懸命汗水さらして生きてる人間、国の言うことを黙って聞いた人間が損するんだとかね、そういうふうな残念な、悲しい、この世に生まれてきて悲しい、なんていうか、やっぱ悲願だような心を持たなきゃいけないこと自体がやっぱり辛いね、と思うんで。本当にその励ますっていうのと、先生いつも言われる褒める、励ます、ねぎらう。そうね、ねぎらう、ねぎらう。そう、よく、そうだった、それ忘れた。よくぞ、耐え、すごい、もう私なんか耐えられない。よく10年もこの結婚生活、すごいねって、心から本当冗談抜きで、顔はちょっと冗談みたいな顔してますけど、心から本当に思うわけよ。だからすごい、もうそのこと自体があんたは偉すぎて偉すぎる、お釣りが来るぐらいなんだ。そうしたらその努力っていうのは絶対いつかお金に変わるんよ。今お金に変わらない場所に押し込められてるから、あんたがひとたび社会に出たら、やっぱりそういうのっていうのは分かる人には分かって、それが価値になって、それが給料が上がることになったり、自営業だったら仕事が来ることになったり、つながるんだっていうことは言ってますよね。確かにねぎらう、本当ねぎらう、お疲れ様です。いや、でもやっぱりいくつになってもやっぱ褒められたり励まされたり、ね、ねぎらわれるっていうことは、とてもやっぱり自分の存在をこう称えてもらえるっていうことでですね、自信になると思うんですけど、逆に結局無視をするとか、うん、否定をするとか、うん、そういう、ね、ダメ出しをするとかですね、まあ、ちょっとからかうとかね、そういうことがやっぱ続くと、人間ってやっぱすぐ孤独になってしまうと思うんですね。それも誰でもなると思うので、だからやっぱり そういう温かい関係を自分から作っていけば、その周りにはそういう同じ価値観の人がきっとね集ってくると思うし、そういう人を探していくしかないですよね、うん、でも確かに周りがそういう人が集まってくるよね。やっぱり類は類を呼ぶって、昔の格言で、ことわざとか格言って素晴らしいなと思うけど、本当に自分がそういうのを確立していくと、周りがそうなっていきますよね。近づけなくなるっていうか、違う人たちがね。それはありますよね。でもそれが確かに40代中半ばぐらいから気づき始める、前半ぐらいからね。だから本当にね、今日の話、本当に相談ね、ずっと女性の20代30代すごい、その相談のお仕事されてることだけでもすごい素晴らしい、この世のやっぱり価値っていうのは大きいと思う。そうですよ。だってなんかなんですよね、なんかいろいろ電話の相談とかもあるでしょ、行政がやってるような。あるある、自殺予防とか。いや、ありますありますね。だからやっぱああいうのも結局、うん、そういう
まあ、話して解決しないのかもしれないけども、いやいや解決することがあるもんね。そうでしょうね。寄り添ってもらえる場所があるっていう、その、まあ、顔も見せずに、その誰かにやっぱ泣き言言いたいとかいう、ね、そういう部分で受け皿っていうのもやっぱりすごい大事な部分もあるので、ね、なんかやっぱり本当にそういう人との出会いとかで人生って変わっていくと思う、うん、そうそう、ワンチャンスで変わることがあるんですよね、うん、本当にそこだよね。人が信じられるところっていうのは本当人生ってガラッと変わることがあるってことですよね、出会いで。だから諦め、自分の大切に思うんであればやっぱり自分に期待をするべきで、うん、他の人が自分に期待するのはどうでもいいんですよ、ある意味。だから確かにね、うん、さっきもされたりされなかったらいい加減だからね。そうそう、いい加減だから。だからでもその責任感が強いから多分そうやって押しつぶされそうになるとか悩むわけですよね。確かに真面目だから。だけどやっぱり自分を大事にするっていう、自分を信じるとか、その必ずこの先開けてくるっていうことを、うん、そのね、湧き上がるものじゃないですか、それって、うんうん、それを保つにはやっぱこう健康じゃないとねいけないなとも思うし、好きなものを、うん、に触れて好きなものを食べて好きな人といてとかいう空間を作らないと、そういうエネルギーってやっぱなかなか湧き出ないと思うんです、ね、それはあります。であれだよね、もう一つ言えるのは、割とやっぱりそういうな、やっぱ相談に来られる人って頑張り屋さんが多いよね。だからそのもう十分あんたは頑張ってるよっていう感じですね。もうさっぴいていいぐらいよみたいなね。いや頑張りすぎやもん。だから頑張りすぎるって人を追い詰めなくて自分を追い詰める性格の人が相談に来るから、素晴らしい人よね。だから、そうそう、うん、だからそういう人って賢いから、割と自分の立ち位置を思い出したら強気に逆転する人も多いですよ。法律相談、うちに相談に来られて、うん、ガーンってこんな底辺みたいな気持ちだ、旦那さんとかにやられたのに相談終わってる子にガツンって本来の自分のもうなんか、あれこんなんじゃなかった私結婚するまではとか言って本来の力取り戻して、なんかそれから組み立てていく人は割と多いですね。まあ、そういうもんじゃないかなと。そうですね、まあ、だから何が起こっても、まあ、やっぱ自分のこう、ね、考え方とか前向きに何を大事にするかっていうことを常に、ね、こう見直しながら、いい言葉を使ってねいけば。そうそう、だやっぱり本当にやっぱり心が、私これ本当子供の時からずっとなんか思ってることなんだけど、なんかこうずっと心はピュアでいたいなっていうのは、本当笑ってもらって全然いいんですけど、その、社会年齢とかね、社会的なこう環境とか変わっていってるんですけれども、まあやっぱり私も約49年生まれ、この人生を送ってくる中でやっぱりいいことも人にしたこともあれば、足りないところで人を傷つけたりとか、まあ、怒らせてしまったりとか、怒らせることはもう怒られるからしょうがないけど、やっぱり不安にさせてしまったりとか、そういうことの積み重ねて今があるんですけども、やっぱりそれでも変わらないのがやっぱ心がピュアっていうか、やっぱ信じる力とか人を思いやる心とか、子供の時に持ってたような心を変わらず持ち続けたいなっていうところに関しては意地でも、実はそこが私が一番人生終わるまで大事にしたいなと、こう例えばこの世の地位やそのいろんなものを失ったとしても、まあ地位も大したもんないけども、要するにいわゆるこの世の地位がなくなったとしても、そうではなくて、やっぱ一番私が生まれてきてずっと人生で間違いながらもやっぱりいつも帰ってきたところって何かっていうと、やっぱり人に対する思いやりとか、やっぱりこう信じる、やっぱりそうは言うけど、やっぱり人って信じられるとか、世の中信じてみたいとか、希望、
やっぱりそれはそれをやっぱりそれだけを守りたいからあとはっていう開きなりが逆に言えばあります。だからなんで乗り越えてきたかと言われるとその開き直りが根底にあるから、だったら頑張れる、だったら押しつぶされそうになってるけどもう最後そこだけ残ればいいから、 肉体とその心さえ残ればいいんで、まあ、ちょっと食べていけなくなったらちょっと生活保護でお世話になってって本気で思ってるんですよね。でそう思わなければやっぱり同じ、うん、そう思わなければ、で私は生活保護っていうのはやっぱり人生やっぱり大事なやっぱりセーフティーネットって本当に言いますけど大事なものだろうと思ってまして、人によっては本当に失業してそのつなぎ、次のつなぎに失業保険も出ない場合にどうしても1、2ヶ月分とかやっぱりそこをクリアしていかないといけない場合というのは、実は私もこれまでの弁護士生活でそれを使わせてもらいって言って次につなげたこともあって、もちろんその体調とか病気でずっとちょっと長期間もらい続けなければいけない人もたくさんいたりするのであれなんだけど、それはそれで悪いことではないのかな、悪いとか思ってないけど、そういうふうにそういうふうになっているのでお世話になることはあるのかなって。だから私がその冗談のようにどうせ弁護士だからそんなこと言ってとかもう思われると思うんですけど、人ってある日いつどうなるかっていうのは肉体的にも保証がなくて、命にもいつまでの限りがあるかっていうのは分からなくて、だからどんな仕事をしていてもどれだけお金を持っていても生身の人間であることはみんな平等に一緒なんですよ。でそうなった時に本当に一番大事な譲れないものって何かなと思ったらやっぱり自分の心ですね。だからやっぱりそれを思い出してもらいます。依頼者の皆さんに、相談に来られた方に思い出してもらう、何が一番大事だったかって。やっぱりその人がこの世に誕生したことが尊いし、そしてきっと神様やその親御さんっていうのは、まあ、いろんな環境で子供が生まれたりすることもあると思うんだけど、まあね、できちゃったっていうそれはかわいそうなんだけども、しかし少なくともやっぱりこの世に誕生して親じゃなくても愛情を注いでくれる第三者の出会いはあったりするわけです。でその時に教えてもらうものって何かって、あなた自身が生まれたこと自体が尊い、そしてその命が尊い、だからそれを全うしてくれればいい。もう傷だらけになろうと、なんか下手くそってバカに人にバカにされようと、なんかもがき続けようと何してくれてもいいけど、そのでも実はいろんなことでもがき続けられるって、その人のダイヤモンドの原石が輝く角が取れて、本当にいろんな泥とか土がいっぱい取れて、実は揉まれることで実は輝く心になっていく材料じゃないかなと。だからやっぱりそういうことを根底にある法律相談なので、多分相談に来た方が本当に多分分かってくれる方は分かってくれて、っていうかなんかあれらしいですよ、やっぱりホームページの動画とか見て直感で来られるらしいんですよ、なんか話しやすそうとか、なんかやっぱいいかなと思って、だからもともとそういう人なんで話があるのかもしれませんけどまあでもその結局、まあ、本当はダイヤモンドの原石だとして、でそのいろんなこう世の中のもう汚れがついたり、その動けない不自由さとかがあるわけですよね。でもそうです。改めてまあもともとその自分がやりたいこととか、自分の小さい時からの何か夢とか、その才能とか褒められたこととか、いろんなことをこう先生とお話しする中で、その汚れがこう揉まれることで取れて、ちょっとこうあれですか、楽になったり、その少し輝きを取り戻すきっかけに、その相談っていうのがなるのかもしれないですよね。うん、どこまでのあれかわからないけど、いずれにしてもやっぱり封印されてたものが大事な本人の自信になる核となる部分が前面に出てもらうようには努力しています。
だからまあそういう相手にそうやってあの本来のまあ考え方とかその封印したものも含めてそういう背景とか全部話してもらうためにはこっちも素直にならないといけないじゃないですか。そうですね。ですよね。はい。だからこっちもやっぱりそのぶつかって何もこう隠したり計算したりこう駆け引きとかもしないでこちらがこう安心を与えられるような環境を作るっていうことも、まあ、相談を受ける側としてもですね相手が安心して言葉が発せられるような環境を作っていかないとやっぱ初めはみんな緊張するしやっぱり弁護士、まあ、弁護士とかそういう相談に行くっていうのはどっちどこっちが列車で向こうがこう優勢みたいに思うもんねなんか後ろめたい気持ちだからねけど本当はあの そうだと思うわだからそうね全部でもやっぱりあったかい法律相談ってあったかいというかまず弁護士としてのとにかく技術やスキルが全 100% 100% 努力していくことがお約束の上でさらにそのよかれっていうふうになるにはどうしたらいいかっていうとやっぱりあの結局何かって言ったら私もその弁護士なんですけど人間でいっぱい嫌な思いとかやっぱり嫌な思いさせたりとかそうやっぱり不完全なんで人間はだからもう本当あるから分かり合えるんですよねだからそれを隠してなんか相談者がちゃんとしとかなきゃいけないとかなんか弱みを見せてはいけないとかなるとちょっと話が違ってくるっていう話だよね愛子さんが言ってるのはそうですねだからやっぱり壁作られるとねそうそうそうこっちはちゃんとしてる人でそっちは悩んでる人みたいだからやっぱそういうふうに、まあ、みんな大体思ってると思うんですけど思ってる、うん、だからそういう、まあ、相談を受けるようなあの仕事をされている方も弁護士の先生への相談っていうのも、まあ、病院とかに対しての相談とかでもやっぱりその相談する側と相談を受ける側っていうのの隔たりっていうのはやっぱりみんなあると思うんですよ、うん、でそれをなくせって言っても無理なので、うん、その受ける方が、うん、あのそこに歩み寄ってあげたりそういうちょっとこう自分 あの全部見せて安心感を与えるとかあと言葉をやっぱり選ぶとかあの もともとそうやって緊張してきてるっていうことをやっぱ相談を受ける側も忘れたらいけないなとは思いますしそれはもう相談を受ける側は誰にでもなり得ることですよねお友達から相談を受けたり子供から相談を受けたり親から相談を受けたりもあるからだけどやっぱその時に、まあ、みんなこう無下にするとかじゃなくってまあ、ちゃんと、ね、耳を傾けてあげるとかいう余裕をみんな持ってないとギスギスしちゃうなとは思いますけどね。おっしゃる通りでございます。まあでもこういうあの雰囲気であの先生とですねいろんな、まあ、一人一人のこうね今日はちょっとこう総合的な話もありましたけども一つ一つの相談の内容とか、うん、個人的なこととか、まあ、子育てとか夫婦関係とかお仕事とかですねいろんな質問に答えたりしていますのでまた、そういう悩みもやもやっていうのがあればお便りいただければと思いますので、うん、はい、本当はあの勉強になりますよね。私たちもこうやってこう会話をしながら、やっぱり整理させていただいたり、やっぱりもう一回原点に帰らせていただいたり、あるいは自分で気づかない発見っていうか、あ、こういうのよかったことなんだとかね、すごくありがたいですよね。テーマをぶち込んでもらうの、本当すごい助かりますよね。そうなんです。ありがたいです。うん。なので、まあ、いろんな方の、背景とかいろんな方の悩みとか、まあ、喜びもですね一緒に分かち合いたいと思っているので、はい、何か、まあ、何か乗り越えた経験とかがあればそういうものでもいいですし、まあ、誰かに伝えていきたいことがあればですね必ずその経験っていうのは無駄にはならないですし無駄にしないっていう気持ちで やっぱねすごいよね上田愛子さんはいや本当年下なんですけどね本当尊敬しますよね、心から。すいませんね、うちうちで言ってるようで、でもうちうちって言ってね、本当
っとやっぱそれぞれ独立して独立してそういやすごいと思いますよ、まあ、本当素晴らしいですよ。みんなでですねそうやって支え合っていければいいなというふうに思っておりますのでそうですね、やっぱり、はい、本当オリンピックもねチームがやっぱチームのあれが面白かったね、あの野球にしてもソフトにしても卓球とかね、チーム戦がバスケすごかったね。糸島の方がいらっしゃるんでしょ、あの女性の、そう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 、あの得点ね、そうすごいですよね、すごいなと思って感動しましたけど、うん、もうキリがないけどね、もう柔道も面白かったって言えばキリがないけど、でも本当に元気もらいましたよね、いろいろ賛否両論あったとしても、アスリートはアスリートのやる役目を果たしてくれて本当に感動して、ついついああいうのを見てると自分の仕事とかモチベーションにどう応用しようかって思いますよね。そうですね、うん、本当にみんなその、ね、自分のやるべきことに、まあ、時間をかけてこういろんなものを、まあ、犠牲にしてってみんな言われるけど、うん、やっぱりそこに費やしてきたものをそう、うん、そうやっぱりあとはしっかりその結果を、ね、出すか出さないかってやっぱいろんなものが関わるから、実力に日本ではね、そうそう、その難しいのもですね、私たちのこう応援する側も知っとかないとあまり責めることばっかりはできないからですね、うん、だってねメダル逃したことによってかえってその人がやっぱり名伯楽、つまりすごい監督になったりするわけですよね。だから本当に何が財産になるかわからない、オリンピック出たこと自体が偉いと思うけど、いやいやそうですよ、まずそうだし、まず日本の背負ったこと自体がすごいよね。いや本当そこまで出てきたこともすごいし、出れないからね、うん、だからやっぱり何をねチャンスに変えていくかっていうのは自分次第、わかんない、人生終わるまでは、うん、思いますので、はい、私もチームアイコについていきますはい、なので、まあ、こういう三角先生のご相談とかもですね、ホームページ見ていただければまた人柄も分かると思いますので、はい、で、まあ、このチャーズスタイル TV でも、まあ、女性のいろんな悩みを解決するっていうことで、はい、まあ、皆様からのまたこんなテーマがいいとかリクエストもですね含めてお待ちしています。お気軽にどうぞコメントください。お願いします。はい、では、まあ、次回はまたちょっとオンラインになるか、はい、そうですね、状況を見てですね配信というふうになりますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ午後も素敵な一日をお過ごしください。ハブはハブはナイスデー、ウィッキーさんでした。ウィッキーさんでした分かる人いるかな